本代表、ワオンザム先制点などでタイに勝利きた。わざわざ元旦の試合でめっちゃメンバー落としてきたな。主力が伊藤純也だけか、対人余裕でちぎれそうだな。細谷、伊藤亮太郎は期待できる選手。まあこんな2軍でもタイなら余裕やろ。つまんねえ。びっくりするぐらいひどい試合だな。何のためにやってるんだ。奥抜きは二度と呼ばないでいいな。なんなんだこの地獄の前半。伊藤の髪にストレートパーマかけろ。田中の決定力。ワオンザムの真骨頂。1はオンポイントゲット。さすがはセイベリンガム。田中青回りが強くなると急に動き良くなるのくさ。中村いいところにいつもいるな。モナオを決めきれよ。南野が決めろよ。田中中村の決定力よ。しかし南野はマジで決めないな。大崩壊。大量得点の匂いがしてきたな。大疲れてマークつききれなくなったのに攻めもしてるからそりゃ大量得点になるわな。前半からこれ期待してたんだがな。河村も発進。ボランチがボラミサイルになっとる。前半レイとは何だったのか。役立たずが2人いたな。前半のメンツじゃインドネシア戦も危うい。難しいゴールは決めるもなおう。それは決めるんかい。よかったね南野。前半何だったんだよ。名前すら覚えてないけど反省しろよ2人。攻撃を停滞させたこと。こう見るとやっぱ久保はうまいな。2軍になった途端全くレベルが違うな。タイは日本の3軍レベルってことやな。伊藤2軍3軍の解剖疲れ。